リズラケン VS ワイマラナー VS レッドボーンクーンハウンド。リズラケン。リズラケンの長所と短所。リズラはハンガリーで生まれた犬の品種です。彼らはアメリカンケネルクラブ、カナダケネルクラブ、および国際畜犬連盟の会員です。リズラには3つの主要な品種があります。ハンガリーのビズラは一般にマジャールビズラと呼ばれ、スムースヘアードビズラはスムースヘアードと呼ばれます。これは家族、スポーツ犬、そして交際のための素晴らしい品種です。リズラ犬のコートの色は様々です。それは金の錆または名の金である可能性があります。また、同茶色または濃い砂の金色にすることもできます。白のビズラは AKC によって許可されていますが、推奨されていません。ビズラのコートは他の品種と間違えられる可能性がありますが、一般的には許容できると考えられています。サドルタイプのマーキングがある場合は故障としてカウントされます。サイズが小さいためビズラは重傷を負いやすい。犬は分離不安障害を発症する傾向があり、長期間の不在には適していません。しかしそうでなければそれは多くの手入れを必要としません。そのコートは少しはがれますが、他の品種に比べて量が多すぎません。彼らはまた他のいくつかの品種ほど多くの手入れを必要としません。ビズラを検討するもう一つの理由は品種の気質です。このエネルギッシュな品種は多くの人間の相互作用を必要とします。そのため狩猟やアクティブなライフスタイルを愛する人々にとってはしばしば良い選択です。またこの品種は多くの注意と運動を必要とするため、家に静かな休憩場所を提供することが重要です。しかし小さな子供がいる家族がいる場合、これは最良の選択ではないかもしれません。ワイマラナー。ワイマラナー犬種について知っておくべきこと。ワイマラナーは映えのする大きな犬です。もともとは19世紀初頭に狩猟用に飼育されていました。犬のハンターは王族であり、主に大物を探していました。しかしワイマラナーは多くの人に人気のあるペットになりました。大型犬が大好きな方にぴったりの犬です。その人気は過去数十年にわたって増加しています。この犬種について知っておくべきことがいくつかあります。ワイマラナーは非常にエネルギッシュな犬で、毎日の運動と精神的な刺激が必要です。この犬種は一握りなので、その活動を監督したくない場合はワイマラナーが問題を抱えていることに気づくかもしれません。ワイマラナーは強い獲物ドライブを持っているので、自転車に乗る人やジョギングをする人を追いかけることがよくあります。そのため家に侵入したくない場合は安全な場所に保管する必要があります。ワイマラナーは定期的に運動する必要があります。彼らは長い散歩を必要とし、運動しないと破壊的になる可能性があります。彼らは泳いだり回復したりするのが大好きなので、彼らが活動を続けるのに必要な時間を与えることができるようにすることが重要です。十分な運動を提供できない場合は代わりに雑種を検討することをお勧めします。しかしそれができない場合はワイマラナーが家族にぴったりかもしれません。レッドボーンクーンハウンド。レッドボーンクーンハウンドはアメリカの狩猟犬です。アライグマ、カ、クマ、イノシシ、クーガー、その他の大物を狩るのに使用できます。レッドボーンクーンハウンドという名前はスコットランドのフォックスハウンドに由来しています。この品種はその祖先の特徴であるシンクのコートで知られています。レッドボーンクーンハウンドはレッドボーンまたはレッドボーン犬とも呼ばれます。この犬はアクティブで知的で喜ばれることを熱望しているので、家族にとって素晴らしい選択です。彼らはアパートや小さなスペースに耐えることができますが、あなたはあなたが毎日あなたのレッドボーンを行使するのに十分な時間を費やすことを確認する必要があります。この品種はいたずらをしやすいので、犬との遊び時間を監督することをお勧めします。レッドボーンは簡単に紛失する可能性があるため、紛失した場合に備えて GPS トラッカーを使用して追跡することが重要です。またレッドボーンクーンハウンドの運動ニーズも考慮する必要があります。この品種はエネルギーレベルが高く、
多くの運動が必要です。ただし、これは経験の浅い犬の飼い主にとっては難しいことであることに注意してください。幸いなことに、この品種は非常に高いレベルの知性を持っているため、訓練が容易です。犬の訓練に慣れていない場合は、早めに始めて、食べ物の報酬などの積極的な強化技術を使用する必要があります。リズラ犬対ワイマラナー。リズラ犬とワイマラナーの議論では、どちらの品種が小さな子供がいる世帯に適しているのか疑問に思うかもしれません。どちらも子供には最適ですが、一つの品種には、小さな子供がいる家族にとってより良いという特定の長所と短所があります。二つの品種の最初の違いは、リズスラのビルドがよりコンパクトであるため、小さなお子様連れのご家族に最適です。2番目の違いは、2匹の犬の気質です。リズラは自然な狩猟能力を持っているため、子供連れの家族にとって優れた品種です。一方、ワイマラナーは、後部が筋肉質で、まっすぐなホックを備えた、よりアスレチックな体格を必要とします。ワイマラナーとリズラの類似点は犬のサイズです。リズラは長くて強い銃口、平らな尾、そしてしっかりした、傾斜のないバックラインを持っています。どちらの犬も胸が広く、中くらいの長さで、耳がふわふわしています。ワイマラナーは平均的なリズラよりも大きいので、犬を飼うのが初めての場合は小さい品種とみなす必要があります。どちらの品種も健康ですが、どちらの品種にも特定の欠陥があります。どちらもリスクの低い健康上の問題を抱えていますが、どちらの品種も股関節形成不全、まぶたの問題、免疫性疾患に苦しんでいる可能性があります。リズラの顔はワイマラナーよりも筋肉質で平らですが、ワイマラナーの銃口は長くて狭いです。リズラ犬対レッドボーンクーンハウンド。ペットを飼うことを検討している場合は、リズラとレッドボーンクーンハウンドの違いについて疑問に思われるかもしれません。これらの2つの品種はサイズと気質が似ていますが、いくつかの違いもあります。例えば、レッドボーンはエネルギーの高い性格を持っている可能性が高く、家族の周りに長時間いる必要がある場合はイライラする可能性があります。どちらも大きいので、犬が必要とするスペースの量も考慮する必要があります。小型犬であることに加えて、リズラは良い家族犬でもあります。この品種はまた、レッドボーンクーンハウンドよりも少し高価ですが、価格差はそれだけの価値があります。これらの一つは、地元のペットショップで約300ドルで見つけることができます。大家族の犬が必要な場合は、リズラの入手を検討する必要があります。リズラは、長い波状のコートを着たハンサムな犬です。その子孫は、アイリッシュハウンド、アイリッシュウルフハウンド、フォックスハウンドからのものです。赤いコートは品種を非常に印象的にします。レッドボーンクーンハウンドは若い兄弟と間違われることがよくあります。そのため、彼らを区別するのは非常に困難です。ただし、どちらも優れたコンパニオンドッグであり、メンテナンスが少なくて済みます。レッドボーンクーンハウンド対ワイマラナー。あなたが犬を飼うことを考えているなら、あなたはどちらの品種があなたにとってより良いか疑問に思うかもしれません。レッドボーンクーンハウンドとワイマラナーを比較するのに役立つツールを使用できます。このツールは、どの品種があなたのライフスタイルと家庭に最適であるかを判断するのに役立ちます。これにより、各品種の種類、体重、その他の重要な事実がわかります。アメリカンケネルクラブによると、レッドボーンクーンハウンドは威厳があり、気質さえあります。この品種は社交的で人を愛していますが、3歳未満の子供には適していません。彼らはほとんどの場合放っておくか、他の犬や猫の周りを監視する必要があります。それらはアクティブであり、あなたの家のアイテムを破壊する可能性があるので、多くの注意が必要です。レッドボーンクーンハウンドはアメリカのオリジナルです。彼らは家では優しくて気楽ですが、トレイルにはトラがいます。レッドボーンクーンハウンドは長くて細い体をしていて、筋肉質です。形の良い頭と鼻と眉の間の中間のストップは、この品種を忙しいライフスタイルを持つ人にとって理想的な選択肢にします。レッドボーンクーンハウンドには、適度な手入れと注意が必要です。
彼らの長くて滑らかなコートは週に2回ブラッシングする必要があります。レッドボーンを選ぶと長い間犬の親になることが期待できます。ただし彼らは信じられないほど遊び心があり、小さな子供を倒す可能性があることに注意してください。彼らはまた非常に賢く、フェンスを回避する方法を簡単に理解することができます。あなたがそれらを裏庭に残すつもりであるならば、あなたはあなたがそれらを見つけるのを助けるために GPS 追跡装置を購入することを検討するべきです。